Bonjour、 皆さんこんばんは。編集長のマーキーです。はい、今日のビデオはですね、今私に必要なもの、そういうものをご紹介したいと思います。まあバンクーバーの人オンリーみたいな感じになっちゃうんですが、でもこんなのあるんだみたいな感じで皆さんもちょっと面白いかなと思って今日ご紹介したいんですけれども、それは何かと言いますと、嘘だべ。はい、というわけでですね、今日ご紹介したいのは、今日はポークコミュニティアキパンクチャーという針治療のね、センターをご紹介したいと思います。はい、マーキーちょっと長い間こう花の業界にいまして、でお花屋さんって本当に過酷なんですよ。いつも寒いし、もう仕事はすごくハードだし、でウェディングシーズンなんかの時は大きいこうテーブルのね、真ん中に置くアレンジメントとかを高いこう花瓶の上に乗っけて花のアレンジをずっとこういう感じでやるんですね。でそれがもう8時間とか9時間とかずっとこういう感じでやってて、まあもう本当に肩がこう開いてたたたっていう感じになっちゃったりとか、そういうのをよくしていたので、あのいい針治療のところがあるよということで行ったのがポークコミュニティアキパンクチャーです。でこれがですね、皆さん針治療っていうとどんな感じのイメージを思い浮かべますか？多分個室に行ってちょっと裸っぽい感じにこうなって針治療をすると思うんですけど、それがね多分イメージだと思うんですが、ここは違くて、あの T シャツとか短パンとかを着て、あの行って、あの出てるところだけを刺すんです。だから首から上と、あと肘から上、膝から下ですねを刺すんですね。でそれがだいたい15本から20本ぐらい、まあ日によって変わるんですけど、そんな感じで刺すんですけど、まあどんな感じになってるかというと、ちょっと広いお部屋に、まあすごくシンプルな白いこう壁にこうちょっとナチュラルな感じのデコレーションがしてあって、あの10個ぐらいの リクライニングチェアが置いてあるんです。でもう本当にフラットこう100あの3、フラットになるぐらいの感じの、あの椅子が置いてあるんですけど、まあ好きなところを選んでいいんですね。で、あの予約形態は9時から例えば始まると9時の人、9時10分の人、20分の人、30分の人みたいな感じで10分おきにこう選べるんですけど、まずそれで行くと、まあ例えば途中から行った場合はもう何人かの人が寝てるんですね、椅子に。で、まあ、自分がじゃあここの椅子にしようって空いてるところを選んで寝ると、まあ、先生が来て、今日はどうしましたかみたいな感じで聞いてくれるんです。でその先生に、じゃあ今日はちょっと肩が痛いのと、あとちょっとやっぱり精神的にすごい疲れてるんですよねみたいな感じで、そのメンタル的なものも結構ケアしてくれて、で私は好きな先生っていうのが、あのやだね、なんで急に出てこない、老化現象だ、また怖い、ちょっと待って、好きなあの先生はドロシーっていう先生だったんですけど、ものすごい素敵な先生なんですよ。もう女の人なんですけど、セラピストでもあるかなっていうか、本当にその癒す力がもう本当にこう体から出ているみたいな感じで、ちょっとなんか仕事でこういうことがあったんだよねみたいな話とかをちょっとなんかするだけでもすごいこう癒されるっていうか、だからもう行ったら癒されて帰ってくるみたいな感じですごい良かったんですけど、当時はね、値段の形態が、ドネーション形式っていう形で、20ドルから40ドルの間だったら自分で好きにあの値段を決められるっていうものだったんです。で一番最初だけカルテを作る金のに、あの入会金みたいな感じで50ドルかなのかかるんですけど、でその後は毎回例えば20ドルでもいいし、あ今日はなんか
いろいろやってもらったから40ドルとか自分でこう変えられるんですね。でもそう、行く前に払うのでどういう感じになるかはわからないから、もう自分が本当に毎回ちょっと今はお金が厳しいからっていう人は20ドルでもいいし、お金に余裕があってありがとうって思ってる人は40ドルでもいいみたいな、そういう感じで自分で決められるっていうところもすごい不思議なところなんですけど、でとにかくまあ行って、でそうすると、まあ、先生がじゃあ私の場合は特にその肩がこうじゃあ上がりませんって言ったら、その本当にドロシーってすごい人だと思うんですけど、頭にね一本ポンって刺したんですよ。それで、あ、じゃあちょっと手を上げてみてって言ったら、もう本当に今までこういたたたってたこういう感じだったのがペッて上がっちゃったんですよ。でわすごいと思って、でとにかくなんかよく通っていました。でそこのシステムは、その針を全部刺した後に、今日はどうしますかって言って聞かれるんですね。でそれがあの昼寝をその後するんですけど、そのまま針を刺された状態で寝るんですけど、その目が覚めた時点で終わりなのか、それとも1時間とか1時間半とか自分で時間を決めて起こしてもらうかっていう選択をするんです。でだからもしかしたら1日中ずっと寝てる人もいるかもしれないっていう感じで、なんか本当に不思議な感じだったんですけど、でもすごく本当に良くて、で全部先生がいろいろいるんですけど、まあ会う先生会わない先生とかもいたりとかするので、まあトライで試してみて、あちょっと違う先生がいいなと思ったら違う曜日の違う日にあのやったりとかしてやるといいと思うんですけど、まあ、私はドロシー先生が好きで、でその先生は月曜日の午前中とかもう本当に1週間に1回ぐらいしかやってなくて、なかなか予約を取るのが大変だったんですけど、でもその先生に行ってすごい良かったです。で針はね、あの思ったよりも痛くないんですけど、ただそのすっごい調子が悪い時とか、なんかこの辺に刺されたのとかがすんごい痛かったりするんですよ。ズーンって重くて痛かったりとか、まあでも本当に場所にもよるんですけど、結構ねいっぱい刺された日があって、そのね写真があるんですけど、ちょっと怖い写真になるんですけど、こんな感じでいっぱい刺されたりもしました。でも本当にこのシステムすごい面白いなって思ったし、そのなんか結構軽い気持ちでいけるっていうか、なんか本当カジュアルな感じでいけるので、ただしっかりね洋服冬なんか着てる場合はちょっと刺すのに大変になっちゃうので、トイレとかで着替えられるので、ちょっと短パン T シャツみたいなものは持っていくといいかなと思います。でお茶とかも出してくれるので、すごくリラックスした感じで帰ってくることができます。で保険もね、ちゃんと登録されてるあのアキュパンクチュニストの人なので、ちゃんと保険が出るので、私も 80% 会社が出してくれ、会社がちゃんとベネフィットに入ってくれてたので、80% 会社が負担してくれてたので、だから30ドル払ってたんですけど6ドルで済んでました。すごい良かったです。だから今それが本当に今行きたいなって思っています。2020年の1月から、料金体制が変わって、今までは20ドルから40ドルだったのが25ドルから45ドルになるみたいです。それでもねまだ自分で料金を決められるので、それでも安いですよね。なんかすごくいいと思うので、バンクーバーに住んでる方で興味がある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、この動画がいいねと思ったらいいねを押してください。それとチャンネル登録もできればお願いいたします。はい、寒いモントリオールもまだ今日もマイナス7度8度ぐらいなんですけれども、本当になんかね夏の写真を見てたらすごいすごいなんかこう落ちてきちゃってダメだと思って、本当にね色がなくなっちゃうのが辛い感じ。もう、全部真っ白じゃないですか。でねお花屋さんにもあんまりいいお花ないし、なんかちょっとそれで残念なんですけど、
まあでもね、あの LED のねところでね、もうちょっとでハイビスカスとかが咲きそうだったり、ブーゲンビリアがまたつぼみをつけてきたので、まあそういうのもちょっとご紹介できればなと思います。はい、というわけで、マーキーがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。